将棋好きアイドルもまた胸を躍らせる。昨年、プロ将棋開発の団体戦として話題を呼んだ第3回アベマ TV トーナメント。今年は第4回アベマトーナメントとなり、参加チーム数は12から15に増えた。この団体戦、最大の注目ポイントと言っていいのが、騎士が騎士を選ぶドラフト会議。棋風 年齢、同門、同居どんな組み合わせになるのか。ファンにとっては、何とも予想しがいのあるコンテンツだ。将棋名鑑の表紙も飾ったことがある、SKE48、鎌田夏希も。この大会のファン。前回大会で楽しんだポイントを振り返りつつ、ドラフト予想にも挑戦した。持ち時間5分。 一種子すごとに五秒加算という超早指しのフィッシャールールに、三人一組の団体戦。過去の将棋にはない斬新さだらけの大会だった。戦前は、早指しは若手有利という定石通りと思われていたが、開けてみれば、森内俊幸球団、久保俊明球団、木村一輝球団といった50歳前後のベテラン騎士が大活躍した。 か田夏樹以下。か田正直。去年チーム予想をしたときは、若手の先生が早指しだからもっとぐいぐい行くかと思っていたんです。でも始まったら、そんなこともなくて、森内先生が鬼のように強いとか、木村先生もこんなに早指し行けるんだとか、藤井聡太先生、大井、規制が連勝したときは、来たよ。 という感じでしたが、それに勝った、広瀬昭人先生、八段もすごかったですよね。超早差しという特殊な環境では、歴戦の強者でも思わず手が泳ぐ。わずか残り数秒という局面も頻発し、罪を逃してしまうシーンはいくつもあった。ただ、その様子が人間対人間の面白さを、再認識させることにもなった。 蒲田団体戦という意味では、誰を先方に持ってくるかとか、思った以上に考えていらっしゃったみたいですね。レジェンドチームの方が後日 YouTube を上げられていて、私が行きますって言ったら、相手がまっさかの藤井聡太で、とか、かっこ笑い。レジェンドの先生でも、そういうことを思うんだなぁと、もっと個人の集合体なのかと思ったら、 しっかりチーム戦として楽しまれている印象がありました。騎士たちの隠れたキャラクターが見えたのが、対局を見守る作戦会議室だ。一気一遊する人もいれば、勝っても負けても冷静な人もいた。また、エンターテイナーが多いことを、この大会で知ったファンも多いだろう。かまたよく対局の時に、先生たちだけを見ていると、 どっちが勝っているかわからないって言うじゃないですか。それって会議室で見ていても同じなんですよね。めちゃくちゃのんきに負けている仲間を見ていたり、かと思えば勝っているチームの人がすごい顔して見ていたり、あと、アイドルみたいにうちは思っているのとか衝撃でしたね。コンサートかと思いましたよ、かっこ笑い。対局時よりさらに、人柄が丸見えになったのが、 チーム映像だ。大会前にチームワークを高めようと、練習対局したり、クイズをしたり、佐藤康光球団、森内球団、谷川浩二球団のレジェンドチームは、街、ブラ風のロケまで行った。鎌田めちゃめちゃサービスがすごかったですよね。びっくりしたのは、羽生義晴先生、球団たちが、 動物将棋をしていたやつです。何を見ているんだろうと思いましたかっこ笑いずっと。ハブ先生がウサギを撫でながら動物将棋をしているんですから。騎士の先生たちが動物将棋をしている事態が面白いですよね。ファンとしては将棋を指しているのを見る時間の方が長いんですが、いい意味でのギャップがありましたね。ああいうのを見て、 この先生を応援しようってなるんだろうなと思うと、楽しかったです。第3回大会を存分に味わった、か田。さて、いよいよ肝心の予想に入った。まず披露したのは、本人曰く、固く当てようというもの。広瀬八段のチームで考えることにした。か田昨年、広瀬先生は思った以上に、麻雀縛りできたので、 今年こそもっとマージャン縛りでいくかなと。今回は、鈴木大輔先生、9段と、阿久津力先生、8段という、ガチガチのマージャンがためにすると考えました。続いて考えたのは、藤井聡太陽位帰省のチーム。今回、初めてドラフト会議に参加するが、何せ騎士のほとんどが自分より、年上。 ドラフト前のインタビューでは、同年代の人を選ぶとコメントはしたものの、同時に、九じ運は良くないので、なるべく九時にならないようにとも語り、重複するような若手を避ける、可能性もある。そこで、鎌田は裏を書き、さらには願望も込めて、レジェンドの指名を予想した。鎌田藤井聡太先生が誰を選ぶのかは、気になるところ。 藤井聡太先生より、年下の人なんていないですからね。いっそ、レジェンドチームみたいな人と一緒にやってほしい気もします。例えば、谷川先生とか。レジェンドを引き連れたら、絶対面白いですよ。楽屋で何喋るんだろうって思いません。かっこ荒いこの大会だから見られる景色というか。でもこれはめちゃめちゃファン願望です。 もしくはお師匠の杉本正隆先生、八段を連れて、ですかね。最終的には、森内九段、谷川九段というレジェンドチームの二人を、そのまま、藤井聡太対応位、帰省が指名するというビッグサプライズを願った。この他にも、前回大会優勝の長瀬拓也王座の動向に注目。さらには、自分と、 同世代にあたる20代半ばの騎士の活躍にも期待した。片目に読んだ広瀬八段のマージャン固めと、藤井聡太市位、規制の天才ウィズレジェンド。果たして、この予想は当たるのか第4回アベマトーナメント前回までは、アベマ TV トーナメントとして開催。第1。2回は、個人戦。 第3回からは3人1組の団体戦になった。チームはドラフト会議により決定。リーダー騎士が2人ずつ順番に指名。重複した場合はくじ引きで決定する。第3回は12チームが参加し、長瀬拓也王座。藤井聡史対王位、帰省。増田康弘6段のチームが優勝。賞金に1000万円を獲得した。 第4回は全15チームが参加。14チームは前年同様にドラフトで決定。15チーム目はドラフトから漏れた騎士によるトーナメントを開催。上位3人がチームを結成する。対局のルールは持ち時間5分。1種子ごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。チーム同士の対戦は予選。本戦トーナメント通じて、 五本選手の九本勝負に変更された。予選は三チームずつ五リーグに分かれて実施。上位2チーム。計10チームが本戦トーナメントに進む。次のオーディオビデオでお会いしましょう。